それで終わりかね。いえ、あと一たるエミルが中で詰めてます。それじゃあ全部で7たるか。大豊作じゃないか。君たちの努力の賜物だよ。よく頑張ったね。この分だといつもより余分に支払うことができそうだ。期待したまえ。先生、そのことなんですが、僕たちトウモロコシの代金はいりません。なぜだね。君たちが自分の手で育てたものじゃないか。当然の報酬と考えるべきなんだよ。これからこれを粉屋に持って行って引いてもらいます。そしたらエイシアがトウモロコシパンを焼いてくれます。あれはうまいんだ。うん、思い出しただけでも唾が出る。先生、僕たちそれで十分なんです。さっきの話だけどな、僕たちが一生トウモロコシを作ってもベア先生のご恩は返せないと思わないか。うん、思う。ダン。はい。ここは私が片付けるから、君はジョーの方を手伝ってやってくれないかね。はい、ジョー先生は畑ですね。ああ、そうだ。先生、俺がやります。そう？じゃあお願い。次は何をやりましょう？まあ、ダンモなの？え？のんびりやりましょう。それでなくても何にせかされて大変なの。ああ。トミー！おしゃべりばっかりしないでちゃんと働きなさいよ！わかってるよ！ほら、ヘッド！うん。ねえナオ。なに？今度の研究発表は僕とナンの番でしょ？そうよ。それがどうかしたの？僕、研究発表って苦手なんだよ。何やればいいのかな。ねえナオ。なんてば。うるさいわね。そんなこと自分で決めなさいよ。ほらほら、手が止まってるでしょ。働く働く。あいつどうしたんだろう。くるみよ。くるみ？ええ、ロブとテディとクルミの実を拾う約束をしたらしいの。
あ、おちびさんたち、くるみ拾いかね。うん、たくさん拾ったよ、僕。僕も。ああ、しかしそれならちっちゃな泥棒さんにも気をつけんとな。泥棒？いないよ、そんな悪いやつ。そうかな。あ、お兄ちゃん、リンシが、ああ、こら、取っちゃダメ。あ、待て。取っちゃダメと言っても無理だろうがな。のにリスに取られちゃったよ。リス意地悪。きっとリスもお腹が空いてたんだよ。あ、リスに負けないようにうーんと集めよう。あ、ほ、チャック。チャック。やあ。やあ。やあ。そのベア先生のところに行って、僕がここでお会いしたいってそう言ってくれないか。他の人に言っちゃいけないよ。うん、わかった。ジャック、あのね、リシがね、僕のくるみ取っちゃうの、追っ払ってね。ああ。ありがとよく来たね、ジャック。先生。ラブー、ダディ、どこにいるの？ジャック、君がいつもミミズを取っていた場所があったね。はい。そこへ行って待ってなさい。ラブー、テディ。なあ、こっち、こっち。どこへ行ってたの？クルミ拾いする約束でしょ？ラブー、テディ、ほら。あら、なんだ、先に拾ってたの。どうしてすぐみんなに会わなかったんだね。まず先生にお会いしたかったんです。僕のおじさんは学園に帰れと言いました。僕もこの学園に帰りたいと思っていました。僕にはそんな資格はありませんけど、みんなが受け入れてくれるといいと思います。そうだといいが、率直に言ってみんながどう思うか私にはわからない。まあ座ろうじゃないか。はい。ダンとナットは罪もないのにあんなに苦しんだのだから、罪のある君が多少苦しむのは当然じゃないのかね。どうだい。でも僕はトミーのお金を返したし、すまなかったと言ったんですから。それで十分じゃないんですか。いや、十分ではない。君は正直に許しを請うべきだと思う。ジャック、すぐにはあの三人から信頼を取り戻すことはできないだろう。しかし君の努力次第でこの不名誉を挽回することはできる。僕、本当に恥ずかしいことをしたと思っています。君がそう思ったのはとても嬉しいこと。盗みと嘘は憎むべき罪なんだ。正直は最善の方策だよ。それを忘れずに辛抱強く努力しなさい。はい、そうします。えらい、先生がついててやるぞ。さあ、教室へ戻って早速始めよう。諸君、君たちの仲間が再び帰ってきた。
過去の行いを恥じ新しく出発しようとしている。決してのけ者にしたりすることなく、彼の辛抱強い努力を見守ってやってほしい。どうするのよ。何を？ジャックのことよ。ベア先生はああおっしゃったけど、仲良くできる？ナンはどうなんだよ。私？私は、あった。どうしよう、ベア先生がいいって言うかな。先生はそれが一番いいんじゃないかって言ってたよ。値段のことなら気にしなくてもいいんだ。でも高いんだろう。ああ、でもみんな少しずつ出すことにしたんだ。僕は真っ先に5ドル出した。あの5ドルを全部？トミーって気前いいんだね。あのことでみんなひどい目にあったろ。もう嫌になったんだ。もうお金を貯めるのはやめて、人にどしどしやることにしたんだ。そうすれば誰も僕のことを恨みもしないし、盗みたいとも思わないだろ。うん、そうだね。そうだよ。僕だって人を疑ったり自分の金のことでくよくよしたくはないのさ。だからさ、明日の研究発表は僕の一番得意なものにしたんだ。だからそれは何なんだよ。とってもいい研究。やあジャック、お散歩なの？ほら行っちゃダメ。ちゃんと薬草塗らなきゃ治らないよ、クリストファー・コロンバス。あ、ごめんごめんごめん、そんなに痛かった？ここにいるわ、ナン。ありがとうございます。薬草塗るのすごく嫌がんだから、こいつ。この子の足の出来物の具合は良くなったの？はい、だいぶ。そう。出来物には新鮮な屋根磐梯草を使うんです。屋根磐梯草？ダンが教えてくれたんです。ダンは他にもいろんなことを教えてくれました。下痢を止めるには乾燥させた苔桃とレモンの絞り汁を混ぜたものがいいとか、猫の乳の出が良くなかったらマリアアザミを煎じて飲ませるといいとか。私これからも薬草のいろんなこといっぱい勉強したいと思っています。先生もできものができたらおっしゃってください。ええ、その時はお願いね。先生。え？ジャックのことですけど。ええ、私ジャックに何度もお帰りなさいって言おうと思ったんですけど、お帰りなさいっていうのもなんだか変かなと思ってるうちに、なんとなく言いそびれちゃってまだ言ってません。さっきもジャックは私に何か言いたそうだったのに、私知らん顔してしまいました。ベア先生がおっしゃるようにはうまくいかなくて。フリッツはうまくやれって言ってるんじゃないのよ、ナン。努力してほしいって言ってるの。努力？ナンはジャックと仲直りしたいんでしょ？はい。えらい。あんなことがあった後では難しいと思うけど、努力しましょう、みんなで。はい、先生。
なんだ、誰もおらんのか。授業は？博物館。今日は研究発表の日よ。ああ、なるほど。そうじゃった。スタッフィーの研究って知ってます？いや。こうよ。一生懸命世話したフランツの畑で採れたジャガイモと、トミーのほったらかしの畑で採れた人参はどっちが美味しいか。なんじゃそりゃ。エイシアに頼み込んで料理してもらったそうよ。みんなに試しに食べてもらうんですって。まったくスタッフィーらしいわい。というわけで、この研究により愛情を込めて世話してやればやるほど美味しい野菜が採れるということが分かったのです。これからも美味しい野菜を作るためにはどんなことが必要か研究していくつもりです。終わり。確かにジャガイモは美味しかったわ。でも人参は、うん、よく聞いてたかい、トミー。ちぇさあ、次は私よ。今度は何を食べさせてもらえるのかな。静粛に、お静かに。スポンジについて。スポンジじゃ食べられないな。お静かに。皆さん、スポンジは大層役に立つ生き物です。それは海の中の岩の上に生えていて、またの名を海綿とも言います。人はそれを取って洗って乾かします。スポンジの穴には小さな魚や貝が住んでいるからです。私の新しいスポンジには貝が入っていました。砂もです。これからスポンジがいろいろな役に立つというお話をいたしましょう。一つはこれで顔を洗うことです。私はあまり好きではありませんが、綺麗になりたいから洗います。ある人々は洗いません。ですから汚うございます。もう一つの用法は人々を起こすことです。私は特に男の子の皆さんに申し上げているのです。ある人たちは起こされても起きようとしません。それでメアリーアンは濡らしたスポンジを絞って水をかけます。それはちょっと本論からそれてるんでは。いいえ、それてません。課題は動物か植物のことを書くことでしょ。そのある人というのも立派な動物なのですから。私の研究発表はこれで終わりです。二人ともユニークでいい研究発表だった。では今日はこれまでにしよう。先生。ん？違います、ほら。あ、なんだ。あれの贈呈をやるんです。今日ここでかね。ええ。いいだろう、やりたまえ。ダン、前へ。俺が？ほら、早く。ナット、うん。さあ、どうぞ。どうしたんだ？ダン、この間の事件の埋め合わせという意味で、君に何かあげたいと思ったんだ。君のことをみんながどれだけ好きかってことを表したかったんだ。どうぞ。ありがとう。早く開けてよ、ダン。ああ。なんでわかったんだ。俺、こんなのが欲しくて欲しくてたまらなかったんだ。ありがとう、みんな。先生。あ、いいえ、私は全然関係しなかったのよ。みんなが自分たちで考えてやったことなの。でも、同じことです。ダン、ポイントを見せて。テディ、これは顕微鏡というの。ジャック、お前が最初に見るんだ。何してるんだ、みんなが待ってるだろう。そうよ、来なさいよ、ジャック。
ジャック。さあ、行こうよ。来いよ、ジャック。何してんの？ジャック、こっちよ。早く来いよ。後が疲れてんだから。あなた。いいから早く見ろ。ほら。これ、何？トウモロコシの茎さ、そこにあった。綺麗だよ、ダン。どれどれ？見せて見せて。あ、ずるいぞ。なんだ。見て見て、ニワトリ。病気や怪我を治してあげるのってすごく楽しい。でもジョー先生は私の薬をむやみに飲ませちゃダメっていうの。どうして？次回、私お医者さんになる。お楽しみに。この道はどこまで続く？森のこの空はどこまで青い？遥かに海を越えて、夢と勇気と元気が溢れて、さあディンドンディンドン、チャペルの鐘にディンドンディンドン、声を合わせてディンドンディンドン、繋いだ指先をどうか強く、もう離さないで、さあディンドンディンドン、目覚めた朝はディンドンディンドン、何かいいことディンドンディンドン、友達と一緒に風の中を走れ、どう